はい、こんばんは。本日も志摩バーブクからのレシピなんですけど、ブラックルシアンを作っていきたいと思います。結構簡単なビルドで作るカクテルになります。で、材料の方は、ウォッカとカルーラ。まあ通常のレシピとシューマンのレシピ、今回実は同じなんですけど、シューマンさんの場合は、カルーアの指定があります。レシピの方はこちらになります。こちらになります。はい、それでは作っていきます。まずグラスをこうやって冷やしておくといいと思います。ウォッカの方を40ミリ。カルーアの方を20ミリですね。はい、こちらでブラックルシアンの出来上がりになります。まあ簡単な、すごく簡単な、合わせるだけのビルドという技法を使った簡単なカクテルですので、ぜひぜひご自宅の方でも作ってみてください。ありがとうございました。